今回は視聴者さんからプレゼントが届いたので開封していきたいと思います。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。わ、すごいね。あ、そっか、明日ね、ピーちゃんのお誕生日なんですよ。わ、めちゃくちゃ可愛いねこれ。ピーちゃんキラキラしてる。なんかこういう感じの色味ピーちゃん似合うよね。はい、じゃあ早速中見ていきましょう。はい、まずこちらですね、そのまんま天日干し。はい、これはパパイヤの葉ですね。プーちゃんもピーちゃんも大好きな葉っぱですね。ありがとうございます。お、オーツヘイプレミアムだ。エクストラベルから出ているオーツヘイプレミアムですね。あとね、後ろにねサンプル品が貼り付けてある。はい、そしてガリガリクロスも入ってました。はい、そしてこちらですね、デグーのピーちゃんが大好きなくるくるかじリンガーですね。わ、今回もこちらかじりぎがたくさん入ってる。これはね、チンチラのプーちゃんがね意外とかじるんですよ、この木だけはね。いつも入れてあげると次の日にはボロボロに破壊してるんですよね。あ、そしてこちら2つともオックス棒なんですけど、これねおしっこをたくさん出すのに有効な食べ物って言われてるんですよね。まあ、実際効果があるのかどうかはよくわからないんですけど、僕もねこれよくチンチラのプーちゃんとデグーのピーちゃんにあげてる食べ物ですね。特にチンチラのプーちゃんは今膀胱結石でおしっこを出さないといけないので、こういう食べ物は効果あるかもしれないですね。プーちゃんもピーちゃんも大好きなクワの葉ペレット。これ大好きなんだよね。これはウッディキャンディーですね。これはね割とチンチラのプーちゃん壊してくれるおもちゃですね。ガリガリスターも入ってました。これはチンチラのプーちゃんが食べているチモシーゴールドですね。いつもありがとうございます。光デグデグだ。これねデグーのピーちゃん大好きなんですけど、なぜかねチンチラのプーちゃんも大好きなんですよね。まあすごい、大麦が入ってました。これだけの量があるとね結構持つんですよ。でこのエクストレベルの大麦は結構ね身がねしっかりしてて大きいんですよね。はい、続いて、あ、これはね以前プーちゃんにあげたことあるんですけど、裏白菓子ですね。はい、これもおしっこをよく出すのに効果的と言われている食べ物です。エクストレベルのプーちゃんとピーちゃんが大好きなアマニですね。めっちゃ入ってる。はい、続いてチモシーの人参だ。これはねチンチラのプーちゃんのケージに入れとくとね次の日にはなくなってるんですよ。はい、続いてチンチラのプーちゃんが愛用している砂ですね。この砂がねプーちゃん大好きなんですよね。でこれがデグーのピーちゃんが愛用している砂ですね。デグーのピーちゃんはもうこれしか使わないです。他の砂やっぱりいろいろ試したんですけど入ってくれないんですよね。これの時はね勢いよく入ってくれるんだよね。リンゴの木ですね。これねこの間結構質問があったんですけど、この木の皮しか食べないんですかって言われたんですけど、チンチラのプーちゃんとデグのピーちゃんどちらもこのリンゴの木の皮しか食べないです。木の芯の部分は食べないで捨てちゃうんですよね。続いてお掃除に役立つウサピカ、ありがとうございます。はい、続いてこちらパパイヤの茎のカランカランタッセルですね。もうこれこの間チンチラのプーちゃんが夜ヘアンポ終わった後に設置しておいたら朝にはボロボロになっていたおもちゃです。はい、続いてこれがエクストレベルから出ている北米産最上級グレード一番狩りプレミアムチモシーですね。これはデグーのピーちゃんが大好きでいつも食べてます。デグーのピーちゃんはね結構こだわりが強いからあまりね変わったもの好まないんですよね。ずっと同じものを使うし同じものを食べる。安定ですよね。これはチンチラのプーちゃんのトイレに使っているヒノキアですね。はい、そして最後ですね。あ、なるほどね、ピーちゃんがね3歳のお誕生日だから多分ピーちゃん用に何か入れてくれたんですかね。これは2枚入ってますけど、16cm×43cm のマットが入ってました。細長いマットですね。これが2枚入ってました。ありがとうございます。でこの中メッシュトンネルっていうものも送ってくださったんですけど、この中にこうやって入れるマットみたいですね。あー、なるほど、ここでこうやってちょっと今できないんですけど、こういう感じでパチンパチンって止められるみたいです。すごいね、よくできてるねこれ。すごい。これは以前購入してピーちゃんのケージに取り付けたことがあるおもちゃですね。ハンガートイパック、これ割とデグーのピーちゃん遊んでくれた記憶がありますね。これはピーちゃんのお布団って書いてありますね。わ、すごい真空パックされてる。ちょっと今パッと開けることができないんですけど、こんな感じでお布団が2枚入ってました。ありがとうございます。
はい、というわけで今回もたくさんのプレゼントありがとうございました。明日はデグーのピーちゃん3歳のお誕生日動画を出しますので、ぜひ楽しみにしていてください。いつもたくさんのプレゼントありがとうございます。デグーのピーちゃんもね、このシリーズ好きなんだよね。いいおいで、明日ピーちゃんお誕生日だからね、あげるよはい、相変わらずピーちゃんはどっか持ってっちゃうね食べる、ね、はい、ピッピッピッ